うむさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。大人が本気の砂降りと題して砂山を高く作るっていうのを競うっていうことをやったんですが、途中からもう、まあ、30分山作ったらヘトヘトです。ここはなんか柔らかい砂山ができました。高さはまあまあ高かったんですけど、ヘトヘトです。で、三本さんは前方、最初富士山作るっておっしゃってたんですけど、前方後円墳ができました。途中でゴジラが現れまして、前方部を壊されました。すみません、踏んづけてしまいました。しっかり固めてるから乗っても大丈夫かなと思って乗ったら、ものの見事に潰れました。すみませんでした。